残念ながら間に合わなくて申し訳、次フォースサンプルに行くんですよね。日本で売ってるダウンジャケットでナンバーワンに原価高くしようとします。はい、本日はですね、こちらダウンジャケットがですね、残念ながら間に合わなくて申し訳という動画をね、やっていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、でね、今回はなんですけど、まあおそらくダウンジャケットまた今年もいろいろレビューさせてもらうんですけど、僕ね、今までダウンジャケット何百万って買ってきた中で、これ組み合わせた最強やんっていうのを形にしてるんですよ。で、形にしてるんやけども、まだね、こっから仕様の変更がまだあります。で、ファーストサンプル、セカンドサンプル、サードサンプルって作ったんやけど、次フォースサンプルに行くんですよね。で、それをするときに結構仕様の変更多いんですよ。だからもう2023年間に合わないということで、実はね、今回このジャパンメディアの服やから別にメインでやらんでいいかなと思ったんやけども、結構問い合わせいただいてて、サイズ何したらいいですかとか、これやったらサイズ僕何が合いますかとか、どんなカラーですかって言っていただいてたんで、申し訳ないですけど、もう今年に関しては僕もう出せないと思いますっていうか、出せないので、もう他のブランドさんとかでいいダウンジャケットいっぱいあるし、僕またそれも動画で紹介しようと思ってるので、そっちのをね見ていただきたいなと思います。で、僕のやつに関しては2024年もう来年の9月10月に出せるようにしようと思ってるので、それまでちょっと気長に待っていただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。だから、うわちょっと待てよと、このタクゾーのやつ買うためにって言っても、これ高いんですよ。これでも10万オーバーしてんねんけども、それでももう全然買いますって言ってくれてる人も何人もいてはったんで、ちょっと申し訳ないんですけども、今年はちょっと出せないということをお伝えしておきたいし、もうダウンジャケットがなくてなくて困ってんねやという方はですね、他にもまたおすすめまた言いますので、これこの辺おすすめですよっていうのを言いますので、ぜひそれをまた考慮を検討いただけたらなと思っております。で、このダウンジャケットに関してはですね、日本で売ってるダウンジャケットでナンバーワンに原価高くしようとします。で、どうやってわかんねんって話じゃねんけども、表地からね、一番高いイタリアのね表地を使ったりとか、あと中綿もね、もちろんポーランドの中綿使ったりだとか、その綿がね、モンクレールとね同じ系列の綿で、モンクレールの上の2個3個ぐらい上のね綿を使ったり、中のダウンですよ、綿使ったりとか、あとファスナーがね、 YKK の普通のファスナーじゃなくてエクセラっていうファスナーを使ったりとかっていうことで、まあいろいろもう最上級、一番コストかけようじゃないけど、ダウンジャケットをいっぱい語ってる自分がね、中途半端なやつ作ったらしゃあないから、めちゃくちゃ金かけまくって作ろうやということで今動いておりますので、まあまあそれもまた詳細は見てください。とにかく今回何が言いたかったかっていうと、ダウンジャケット間に合いませんということで、本当申し訳ないっていうことと、もう来年はちょっと早い段階からもう予約を受付していこうと思ってますので、ちょっとまたねカラーも絞って、考えたいなと思ってるので、多分この前色が出ないと思うんですけど、またカラーもね、その都度コラムとかで発表していきたいなと思ってますので、今日はちょっと短い時間なんですけども、まあそんな感じでダウンジャケット今作ってるよと。で、作るんやったら一番日本で原価の高いダウンジャケット作ろうということで、要は何て言うかな、お客さんにとって一番、得っていうんかな、だから原価が安くて売値だけ高いダウンジャケットも、それはもちろんあるんですよ。そういうダウンジャケットも世の中にあってもいいと思うけども、まあどうせやったら僕は一番原価かけた上で一番原価高い状態で売りたいなと思ってるので、売りたいなっていうか見てもらいたいなと思ってますので、そういう風にして、また一番原価の高いやつをこいつアホみたいに作ってるわという風に楽しみにしておいていただければなということで、本日はですね、ダウンジャケット間に合わずという動画になっておりました。また別動画でお会いしましょう。そして進捗状況はまたコラムでお伝えしますので、皆さんぜひぜひ見てください。あ、それとね、この LINE グループの方も僕の個人 LINE でアカウントで作ってるんですけど、残念ながらビジネスアカウントじゃなくて自分の個人 LINE やから100人で限定っていうか100人以上入れないんですよ。で、これビジネスに切り替えたらできるらしいんやけど、邪魔くさいから僕も自分の個人 LINE で100人だけ入れるようになってるので、まあもうこれもね、興味ある人言ってたら、こういうところで先に僕お伝えしてるんですよ。パターンナーさんもおるし、ライターさんもここにおるから、これ仕様変えますとか言ってバーってやってるので、まあ興味ある方はね、見ていただければなと思います。99人とか1回減ったりしたら、1人枠が空くので、その時にパンって入ってくれたら入れるんですけど、なかなか最近空きが出ないんで、空きが出たらまた入ってください。ということで本日はですね、ダウンジャケット間に合わずということになってました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。